スルーナイト、スルーナイトさんから送っていただきました。ちょっとこれ外すの失敗しちゃった。 LED フラッシュライトヘッドライトタイプ TH20、 この間これ TH10 っていうのをレビューしましたけども、それの後継機種だそうです。開けてみよう。あ、コンパクトにまとまってる。これうわちっちゃい。 あれちっちゃいな。コンパクト TH20 ね、ちっちゃいです。ちっちゃくなってます。ヘッドマウントできるようにベルト付きです。予備のマウントですね。予備のオーリング、マニュアルは日本語もありますね。開けます。電池を入れよう。 N ループ使います。 N ループ入れます。単三電池1本ですね。単三電池っていうのはコンビニでも買えるから便利だよね。入りました。スイッチこれか、こっちがスイッチだ。あ、ついた、つきましたね。長押し、長押し1回。ちっちゃいですね。うっすらと光ってます。おお、むーっと明るく、うわすげえすげえ、何これ、うわ怖かった今、すんごい、うわきまぶしい。こう長押しして光量が変わるんですね、面白い。はい、長押しです。でもう一回長押しします。グッとどんどん明るくなりますよ。ほら明るくなって、最大値来たら、はい、点滅最大値、これ最大の明るさで、ここからもう一回長押しすると点滅してグーッと光量が下がってくれると。はい、だから自分の好きな光量のとこで止めてくれってことですね。自分の好きな光量になったらパッと手を離せばいい。あーいいね、これいい機能だ。やっぱダブルクリックで、あーダブルクリックでやっぱり大きく、うわー眩しい。さらにダブルクリックすると SOS モード、 SOS を発信し続けてくれます。防水機能もあります。防水機能付き、保護等級は IPX8。 単三電池で動くのはいいですね。夜です。ここにねつけました。実際にどのくらい足元を照らしてくれるのか、前方を照らしてくれるのか、ちょっとね見せていただこうと思います。一番明るくない状態で歩いてます。装着感はなかなかいいですよ。ちっちゃいしね。今、ちょっと公園にいるんですけど暗いです。つけます、はい、今一番ちっこい明かりです。あまりちょっと見えにくいですね、分かりにくいですね。ちょっとじゃあボタンを押して明るくしていきます。プッシュ、はい、はい、点滅しました。これが最大です。どうですか、こんなに照らしてくれますよ。でダブルクリックしますね。はい、さらにターボモード。ちっちゃいのにね、ちっちゃいのに結構明るいよな。で結構ね広範囲に広がるんですよ、光が。下の方向けると分かりやすいですけども、中心からそうですね、まあ、5メーターぐらいですかね、まあ、ワイドに照らしてくれています。はい、こんな感じです。結構これ、まあ、ここにねもう電球ありますんで、これ結構コンパクトに作ってあるんで、結構ね光がワイドにこう大きく丸く広がっていく感じがします。だから手元の作業とかかなりやりやすいですね。逆に言うと遠くを照らすのはちょっと苦手な感じがします。やっぱ近距離ですね。やっぱちっちゃいからな。でもちっちゃいけど明るいよね、大したもんだ。